こんにちは。こんにちは。すいません、本当に急にお声掛けさせていただいて、取材にも快くご協力いただきましてありがとうございます。これが今噂の走るデパ地下、阪急のスイーツ移動販売ですよね。はい。こちらは神戸電鉄の鈴蘭台駅ですよね。ここ駅にも来ることあるんですね。ちなみにこの神戸市北区の鈴蘭台駅は何回か過去にも来られてるんですか？承知しました。で、こちらで販売されてる商品っていうのは基本的には阪急百貨店で販売してるものを。で、本来であれば大阪梅田とか神戸とかの阪急百貨店に行かないと買えないところがここで買える。私仕組みが今一つ分かってなくて、この阪急のスイーツ移動販売のホームページあるじゃないですか、はい、中で行く場所によって金額がなんか変えてらっしゃって、はい、金額が場所によって違うのはあれどういう仕組みなんですかね。商品の値段をですね、本店の価格と一緒なんですけど、はい、この辺のだから商品、個別の商品の販売価格は、はい、百貨店と同じ価格、はい、同じ価格です、はい、これですよね、はい、出張料、はい、これはどういうことなんですかね。阪急梅田本店からの直線距離に応じて出張料を一会計につきいただいております。なるほど。じゃあ、はい、購入される方は、少なくても多くても、はい、1回の会計にこの金額をお支払いせなあかんということなんですかね。そうです。なるほど。でもこの金額を支払えれば、まあ言い方悪いですけど交通費とか、はい、そこまで行く時間を考えると、はい、間違いなくお安いんでしょうね。そうです。なるほど、そういう仕組みやったんですね、はい、でこの辺のがもう販売されてて、これやっぱりあれですかね、はい、これから1月、今1月で2月とか迎えますんで、やっぱり1号、1号推しですね。チョコレートもいいですね。バレンタインですね。はい、バレンタインです。なるほど、ありがとうございます。でこの辺のが看板ということで、はい、承知。あ、この裏もあるんですね。そうなんですよ、こちらもこの辺もやっぱり1号とかスイーツですかね、はい、ちなみにどれが今人気あったりするんですか？こちらのシュガーバターサンドの木が、これ人気商品です。これとこれはまた違うんですか、はい、味違い。こちらが期間限定の商品で、はいはい、アップルパイ風でアップル、リンゴのチョコレートが間に挟まってます。なるほど、はい、でお支払いはちなみに現金でも構わないんですよね。はい、現金でも構いませんし、こちらの電子決済ですとか、なるほど、スマホ決済もクレジットカードもご利用いただけます。そうしました。ちなみにどうなんですか、実際にお客さんって、はい、ご高齢の方が多かったりするんですか？そうでもないんですか？意外と若い方にも好評いただいてまして、はい、やっぱりご高齢の方もその目玉で行くのしんどいわーっていう方もいらっしゃるんですけど、はいはい、やっぱり時間、コストパフォーマンスとか、はいはい、そういったところを考えた時に、なるほど、若い方からもご好評いただいております。そうしました。ちなみに走るデパ地下でちゃんと公式ホームページがありますから、はい、ございます。ちなみに何へググったら走るデパ地下でググったら、はい、一番最初に出てくる感じですかね。承知しました。はい、ご丁寧にご案内いただいてありがとうございます。はい、では私この後買い物したいと思います。ありがとうございます。これおかきも、この錦マヨネーズっていうんですか？そうです、梅田阪急ではマヨネーズあられっていうのがはかりで売ってる。あ、はいはい、あれがさっと刺してはかるやつ。そ、あ、それが袋詰めで販売されてる。そうです、これが錦マヨネーズ。なるほど。これはもうやっぱり梅田のチンチン丼が一番人気。メジャーな商品ですよね。そうですね。これなんか羊羹ですよね、多分。え、羊羹じゃない？トラヤさんの羊羹。ね、トラヤさんの羊羹。本当はこんな大きい、ね。そうそう、大きいの。1本3000ぐらいのなんですけど。え、一個ずつ販売してるんですか？いや、もうね、トラヤさんが今から多分もう20年ぐらい前に、こういう小型のを出されて、あ、こうするとご自分でこう。そう、食べやすいんですね、これね。で、一応定番の5種類をご用意しますので。いや、素晴らしい。品揃えもだから豊富ですよね。そうですね。移動販売車って言いながらまあまあ量入るんですね、これ。やっぱこれって日によってめちゃくちゃ売れる場所と、まあ売れない、売れない言ったら失礼ですけど。あります。まずは天候にも左右されますし、ね、なるほどね。雨なんか降るとね、お客さんどうしても減っちゃいますもんね、はい、そういう意味では今日は天候も良くって感じですね。ただ、はい、ちょっと寒いのはね。そう、そうなんですよ、ね、まあ承知しました。私は甘いのが欲しいので、やっぱイチゴのチョコレート、あ、リンゴのチョコレートなんかあんねや。あ、梨のチョコレート、
リンゴチョコレート。リンゴチョコレートって私知りませんでした。これ有名なんですか？有名ですよ。あのチョコレートコーティングしてね、はいはい、中のリンゴの柔らかいふにゃってした感じの。だからこの中ではモノよく。しかしあれですね、やっぱり店員さんお話しさせてもらうとめちゃくちゃお話上手ですね。いえいえ、あの買う気になっちゃいますね。あのじゃあ私このリンゴのチョコレートを一つください。はい、はい、すいません。どうしましょう。あ、こもちろんこれです。はい、これと合計額ということですね。だからあの何も。あ、大丈夫です。はい、すいません。ペイペイとか言ったらスマホ使えない。ペイペイもないんですよ。700何もでしたっけ？763円。はい、760。あるか見てもらったらいいですか？はい、あ、10円多いかな。そうですね。はい、はい、はい、じゃあすいません。ちゃんとこの阪急百貨店の袋に入ってくるのがまたいいですね。はい、じゃあすいません、ありがとうございました。あ、レシートね。はい、ありがとうございました。失礼します。